後の、入った後の目線の取り方、はい、そうですね、ピッチャーの見方、はい、ピッチャーの見方なんですけど、はい、よくですね、ベースを見てそれからピッチャーをこうやって見る人いるんですけど、はい、基本はですね、構える前に、はい、ピッチャーに対して両目を前後差がないように構えてから、はい、ワンクルをして、はい、自分の構えを取るのがやっぱり基本ですね、はいはい、目が前後せずに両目できちんとしっかり見る、そうですね、はい、両目でピッチャーを見ながら構える、はいはい、そして肩が入りすぎるとちょっと目、はい、右目と左目の前後差がこうついてしまうので、はい、あまりにも肩が入りすぎた人っていうのは左目でピッチャーをよく見えてないです、はいはい、こっちの目では見えてるんですけど、はい、こっちの目を隠されるとですね、はい、ここにね、視覚が生まれるんですよ。で、視覚が生まれるとボールの遠近感がわからないので、はい、どちらかというと勘で打ってる、はいはい、見えてる感覚はあるんですけど、それ見えてる感覚っていうのはある程度左目でボールを見てるっていうことです、はい、右目でボールを見てるっていうことです、うん、左目ではあんまり見えてないっていうことです、はいはい、そういう結果になってしまうので両目でピッチャーをしっかり見るっていうのは、まあ、イチロー選手とか松井選手でもよくイチロー選手はこうやってやりますけど、はい、やってますね、はい、松井選手はこう構えてしっかりピッチャーを見る動作をします、はいはい、そこが大事じゃないですかね、はいはい、その際に気をつけなきゃいけないのは肩がこう入りすぎたりするとそうですね、肩が入りすぎると、はい、タイミングをこう肩を揺すって取る人がいるんですけど、はいはいはい、そうなった場合にですねやっぱり両目でしっかりピッチャーにこう、はい、ボールを見えてないんですね、こうやってブレた瞬間に、まあそのまあ、片目があったり目が前後するんで、はい、ブレが生じてるんですね、はい、見えないのもそうだけど肩を入れた瞬間にですねやっぱり人間ってボールを見ようとするので、はい一回目が切れるんだけど、はい、早く開いて見ようとするんですよ。だそれが開きの原因になったりするので肩というのはある程度前の肩ですね、はい、前の肩はピッチャーに対して全くその位置で使った方がいいですね、はいはい、両目で見える範囲で肩を入れるのはいいですけど、はい、必要以上に入れるのはやっぱりマイナスになります。ちょっとじゃあ今いい例と悪い例両方やっていただいていいですか。まずいい例は、いい例はそこから見たら分かんないじゃない多分正面ですか、はい、悪い例の構えですね。はい、そうですね、肩がこう少し入って、はいはい、後ろの方に前の肩が入ってますね。しかも目も片目しかこっちに、そうですね、はい、見えてる感覚ではあるんだけど、はい、しっかりは見えてないですよね、はいはいはい、やっぱりいい例は一郎選手がやるようにしっかりピッチャーに対して両目が向いてくる、はいはい、顔が正面に来てるってことなんですか。そうです、顔が正面に来てるってことです、はいはい、だからタイミングの取り方としたら実際にはこういうタイミングの取り方、はい、ねじりの使い方は、はいはい、打率としてはあんまり高打率は望めない。だからもしタイミングを取るんだったらよく外人選手はねやる、ここでタイミングを取る、はい、ヒッチしたり、はいはい、ここで取ったら肩は動かさないんで、ここでタイミングを取って打つということを、タイミング的には進めたいですね。なるほどですね、はいはい、肩を揺すってタイミングを取られる、はい、でも顔が正面に向いている状態で振るっていうことですね。そこそうですね、まあキャッチャーがねピッチャーの球を取るときにはやっぱり両目でしっかり見てるから、はい、そうですね、ボールが見やすいので、はい、実際にこうやって取ると取りづらいですよね、はい、これは必ず鏡の前に行って構えてください、うん、鏡の前に行って両目がですね顔がまっすぐ鏡に自分の顔が映るかどうかですよね、はい、そしてタイミングを取って打てるように、だから自分の姿を正面に見れるような鏡とか、はい、ガラスとかあれば、はい、そういうところで構えだけでも練習になると思うので、うん、やってみてください。